皆さん、こんにちは。ネットウェスアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について考えていきたいと思います。えー、今ですね、世の中というか地球ではですね、えー、男性と女性という、えー、2つの、まああのー、分類しかなかったんですけど、まあ、最近ではですね、ちょっと中立というかですね、中性的な え、人たちっていうのが出てきていると思うんですね。で、まあ、このような傾向にあるということは、その人間としてですね、その、 えーまあ、男性と女性というのは、えー、将来です、ね、自分たちの命を残していくために、まあ、このように2つの人種というかです、ね、性別というのがあるわけなんですけどこれらのものが、えー、変わってくるともちろんその、えー、多様化するということは、えー、悪いことではないんですけど、まあ、このような形になっていくことによって人間はです、ねえー、おそらく今後です、ね、生命を残していくということが昔よりです、ね、少なくなっていくと思います。まあ、子供も人数も減ってますしね そんな中ででは人工知能 AI っていうのが出てきたときに、今後どうなるのかなっていうふうに考えると、まあ、人工知能 AI と、えー、人間が結婚するっていうことがなければ、おそらくいけないと思うんですね。でそのというのは、人工知能が、えー、仮に人間と同じレベルになったら、結局人工知能とえあの人間っていうのは、 道路にに扱わわれるるようになるわけですねそうするとそのうち AI と人間は結婚できるのかっていうような話が多分出てくる、まあ、AI というかですね AI が搭載されているロボットと人間は結婚できるのかって話にもなってくると思います。えー、本当不思議なことになってくると思うんですがその時にじゃあ AI に惹かれるのかどうなのかっていうことが出てきますね。 例えば男性と女性っていうのはそもそもですね体の作りから根本的に違ったりまあ男性的な考え方とか女性的な考えとかがあったりとかしてお互いがないものを補い合ったりとか相手に自分にないものを求めたりとかということでえそのようなことを繰り返すことによってその 性をですね、えー、引き継いでいくっていうことをですね、えー、まあ考えて作られたんじゃないかなというふうに思うんですけど、では人間と人工知能が同じになってしまったら、そうするとですね、そういうことはないわけだから、えー、違っていいということに、 なるもしくは違わないと、えー、人類は滅びてしまうとも言えるわけですね。そうするともしかするとその AI っていうものがですね生き残っていくためには、えー、AI だけでいいってことになっちゃうのでそうすると人間とねその人工知能の違いをどうやって作っていくか人間にないものを人工知能を求めてもいいけど逆に人間しかないものを求めないと、えー、地球から人類はいなくなるんじゃないかなと思ったりもするわけですね。まあ、そのような視点で考えてみても面白いかなと思います。 ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。